こんにちは。8月13日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。暑い日が続いていますね。今日も朝からぐんぐんと気温が上がって、10時過ぎにはもう35度を超えるという、早くも猛暑日となっていますので、ランチタイムお出かけの方もそうでない方も室内での熱中症増えてますので、くれぐれも警戒していただきたいと思います。さて、ニューヨークの株式市場では主要3指数すべて上昇しています。早速こちらのコーナーで確認していきましょう。まずはアメリカの株式市場から見ていきます。新型コロナのワクチンが実用化されるとの期待がこの日の相場をサポートしました。主力ハイテク株の買いも上昇の牽引役となりました。続いてアメリカの債券市場です。株高と原油高が意識されて、この日は長期金利が上昇しました。一時先月7日以来となる 0.691% まで上昇する局面がありました。次に原油先物です。アメリカの原油在庫が減少していることが好感されて反発しました。この日の株高も相場の押し上げ要因となりました。おしまいにニューヨーク金先物です。ここ数日大きく下げたことを受けて、この日は金を買い戻す動きが見られました。しかし調整の買いが一巡した後は1950ドル付近で上値の重い展開となりました。以上、マーケットを確認しました。続いては最新の市場分析をお届けしてまいります。解説はこの方です。 IG 証券シニア FX ストラテジストの石川純一さんです。石川さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。暑いですね。はい、暑いですね、本当にこのね、東証まで来る道も暑いなという感じで、はい、まあでも、はい、無理をしないというのがこの夏のポイントかなと思いますね。いやー、そうですよね。やっぱり日本橋の駅からマスクをつけて歩いてきたんですけれど、まあ、その短い時間の中でもですね、やっぱりちょっとですね、暑さに参るというかクラクラするような感じを受けましたので、そこはですね、やっぱり今、水を飲んだり、マスクを外すときはね、人のいないところにちょっと外して、そうですよね、密でない状況で、まあ、屋外でのときにはマスクを外しましょうというふうに厚労省からもね、そうですね、新しい生活様式での、熱中症対策のポイント出てますので、はい、気をつけていただきたいですよね。さあ、そんな中で、市場はと言いますと、アメリカの株式、はい、これ毎週言っておりますけれども、強いですよね。強いですよね、本当に。まあ、S&P500 も過去最高値に迫るという勢いですよね。自分で言っておきながらもやっぱりちょっと強いなという印象を受けますけれど、はい、今日はですね、テーマとしてその米株についてお話しさせていただきたいと思います。はい、はい、こちらになります。はい、米株とそしてユーロドルの展望ですね。そうですね、米株についてはですね、やっぱり上昇基調が続いておりますけれど、まあ、この上昇基調はもちろん永遠に続くわけではないので、そういったところをですね、短期的にどんな形で反落していくのか、ポイントはどこなのかといったところをですね、お話しさせていただきます。あとは最後の方にユーロドルもですね、今 1.18 とか 1.19 のですね、重要なポイントで来ておりますので、この点についても最後に触れていきたいと思っています。はい、では注目のアメリカ株式から見ていきましょうかね。はい、ね、はいはい、まずはこちら、期待をつなぎ止めたトランプ政権とありますが、そうですね、今のアメリカの株高というのはやっぱり政策相場、はい、まあ、これがですね、今のアメリカの株式市場を支えていると言っても過言ではないんですが、その政策について今議会での議論がですね、まあ、かなりですね、けんけんがくがくとしてですね、不透明感も強まってたんですよね。でも8日にトランプ政権が大統領令を発動して、落としどころ、見つけてきたというところで、その落としどころ、まあ、主に4つあるんですけれど、ポイントはですね、はい、そのうちの2つがですね、やっぱり一番重要なのかということで、今回その2つをピックアップしてきました。はい、でまず1番目は週400ドルの失業給付金ということで、こちらは対象者が2500万人ということで、かなり大規模なんですよね。で、まあ、7月の末までは600ドルだったんですけれど、与党共和党の方では週200ドルをまで減額しようという話もあったんですよね。でやっぱりそれじゃダメだということで400ドルで落ち着いたということで、まあ、ここら辺は個人消費、まあ、これからの個人消費の、まあ、サポート要因になるのかというふうに考えることができますし、あと2番目ですね、納税の猶予、まあ、こちらいわゆる給与からの、ね、所得税を猶予するといった景気対策なんですけれど、はい、まあ、対象者はですね、年収10万ドル以下の
まあ、の働く人で、期間に関しては来月から12月までということで、まあ、の3ヶ月間の猶予期間を設けますよと。でこちらもですね、当然あの減税、ある意味、まあ、あの減税みたいな効果もありますので、そうなってくると個人消費にもですね、まあ、プラスの影響を与えるのかなということで、まあ、トランプ政権やっぱりアメリカ経済を気にして、かつですね、大統領選挙を気にしてですね、矢継ぎ早に手を打ってきて、かつ今の状況、株高の状況を見てみますと、まあ、政策への期待をつなぎ止めること、まあ、成功したのかなというふうに考えることができますよね。なるほど、うん、ではその株式の動向を見ていきます。こちらです。アメリカ株式の動向ですね、株価水準ですね、はい、そうですね。で赤と青のラインがあるんですが、まず青のラインに注目していただきますと、こちらは実勢相場、はい、S&P500 を持ってきました、うん、でも見てわかる通りですね、2月19日につけた、最高値ですね、まあ、3,393 ポイントですね、はい、ポイントにもう迫る勢いですよね、まあ、景気自体はですね、回復はですね、あの、まあ、してはいるけれど、コロナショック前に比べたらですね、全然回復しているとは言えないと。でも株価だけ上がっているということは、これはもう政策相場もうそのものであるということは言えますということですね。で一方赤いライン見ていただきますと、こちらはですね、あの予想 EPS、まあ、12ヶ月先の予想 EPS を、見てみますと、まあ、株価との乖離はまあ広がってはいますよね、はい、ただ V 字に回復しつつあるような感じもしますので、まあ、市場としてはですね、やっぱり今後アメリカの企業というのは、稼ぐ力を、回復していくだろうといったところはですね、このラインチャートから伺いますと。ただもうこの乖離が何とも言えないぐらいに広がっておりますので、やっぱりこの状況を見る限りではどうしてもですね、あの今の水準というのはやっぱりちょっと株高すぎるんじゃないっていう、まあ意見もあるかと思うんですが、ここでもう一つの指標をちょっと見ていきましょうか。はい、こちらイールドスプレッドですね。そうですね、まあ、イールドスプレッドというとなかなか聞き慣れない言葉かと思うんですけれど、こちらはですね、まあ、アメリカの長期金利がありますと。で一方ですね、株式益回りといって、まあ、いわゆる皆さんあの PER 株価収益率とか言葉を耳にするかと思うんですけれど、うん、まあ、その逆数ですよね。要は PER のその逆数を取ってですね、長期金利からその、株式益回りを引いてですね、一体今の株価がですね、高い水準なのか低い水準なのか、まあ、それを見る指標と思っていただければいいと思います、はい、で見方は簡単で、うん、このラインチャートが上に行けば行くほど株式というのは、まあ割高になっていくと、うん、で下に行けば行くほど割安になってくると。でマイナス 3.57% とありますけれど、こちらはですね、トランプ政権が誕生して以降、要は2017年以降のですね、平均値ですね、イールドスプレッドの平均値を今回は持ってきました。なるほど。でこういった形で見てみると、まあ、確かに割安感というのは急速に薄れてますよね。例えばあのグッと下がった部分がありますけれど、これはいわゆるコロナショックの時だったんですよね、はい、この時はあまりにも株式が急落しました、急落の幅があの大きすぎました、率にするとマイナス 30% を超えるような局面があったんですけれど、そこから政策相場に入って急回復していると、その結果ですね、割安感というのはですね、急速にあの消えてはいるんですが、じゃあ割高かと問われたら今ちょっと平均値よりも下ですよね。まだ割安水準圏内にあると見ていいということですか。そうですね、株価それ自体はですね、もう市場最高値に迫って、今の経済状況でそれはおかしいだろうといった意見も確かにあるとは思うんですけれど、こういうふうにあの比較してみますと、まあそうでもないのかなと。割高とは言えない、言えないといったあのことも言えます、ということは、そうですね、ただこちらに関してはやっぱりあの、FED の超金融緩和政策が影響しているといったこともちゃんと考えなければいけないので、あのまあ、そこをどう捉えるかといった問題もあるんですけれど、まあ、ラインチャートで示す限りではまだ割高ではないのかなという感じはしますよねと。ということは株高はやっぱり今後も続く可能性が高いというふうに考えざるを得ない、まあ、あの考えざるを得ないのかな、ね、はい、と思いますね、そうするとその株高トレンド今後も続くというのはいつまでだろうというところが気になりますよね。非常に重要なポイントではありますよね、で、まあ、基本的にですね、こういうことを言うと身も蓋もないんですが、まあ、人間は未来を予測することはできないのでだったら過去のパターン予測を極めてこうしていこうという番組ですよね。そうですね、 でもそこを予測しなければいけないのはこの番組の締めということで、じゃあそのタイミングはいつなのかといったところを次のスライドで見ていきましょうか。はい、ボラテリティですね。そうですね、はい、やっぱりもうこのパターンを見るしかないのかなと個人的には思っておりまして、はい、2017年以降のこのボラテリティのパターンを見てみますと、やっぱり安定ゾーンの 6% から 30% でずっと推移はしてるんですよね、まあ、例外はコロナショックだったんですが、今その例外期間を過ぎまして再びこの、青いゾーンの示した、
安定ゾーンに、まあ、推移していると。でここで注目していただきたいのは 11% 台まで低下しているこのボラティリティですよね。で過去の経緯を見てみますとやっぱりですね高値圏では徐々にですね当然高値警戒感が強まることから値幅がどんどん小さくなっていきます。となるとこの黒いラインというのは 6% の下限に向けてこれからどんどん低下していくと思われますと。でそこで重要なことはこの 6% 付近まで来るとこの黒いラインというのは急上昇してるんですよね。ということはあまりにも低すぎるボラティリティというのは株価がやっぱりあまりにも高いだろうと。だから投資家も警戒して取引を控えたりとか、まあ、そういったことからですね、まあ売りと買いが交錯したりとかして値幅がどん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 小さくなってくる。それが高値圏で発生して高値警戒感につながり結果ですねボラティリティが下がると。でボラティリティが上がるということはその高値警戒感がトリガーとなって実勢相場が下がる。つまり今で言えば調整の反落圧力が急速に高まるというふうに考えることができます。でこの経緯を見てみますとやっぱりですね今後はこの 6% 付近までいつ到達するのか、まあ、これが一つのポイントになってくると思います。はい、で、まあ、この時期についてはなかなか難しいんですけれど、まあ、早ければやっぱり8月の下旬とかで、あと9月ですよね、来月あの FOMC とかいろいろ控えてはおりますけれど、うん、やっぱり今の緩和政策、まあ、続ける可能性は非常に高いとは思いますが、ただ例えば社債の購入期限とかも9月末で一応ここで止めるというふうな形で決められておりますので、果たしてそこで政策の変更があるのかどうか、まあ、こういったところもやっぱりスーパーさんに見ていく必要があるかと思いますし、そうなってくるとやっぱり8月の下旬以降からですね、まあ、9月にかけてはですねボラティリティが低下するに従ってやっぱり急反落のリスク、まあ、そういったものを意識すべきで、まあ、意識すべきフェーズに差し掛かると思いますし、あとはやっぱり大統領選挙ですよね。なかなか混迷の予想を呈しておりますので、ここでやっぱり政策に対するですね不透明感が高まるならば、それもですね、まあ株式のですね、株高の調整圧力を高める可能性が高いと思いますので、うん、まあ、早ければ、今月の下旬以降、はい、まあ、株式がどうなるのかといったところをですね、まあ、反落するのかといったところをですね、うんうん、ちょっと注目していただきたいなと考えてはおります。なるほど、うん、まあ、このボラティリティがこう低すぎる水準までいつタイミングとしては、ね、はい、になるかというのは、まあ、難しいというお話でしたけれども、はい、となると株式がこう急な下落に、うん、まあ、注意しとかなきゃいけないということで、はい、どういったことが、ね、考えておくべきでしょうかね。そうですね、まあ、その点をですね探るにやっぱりテクニカルが一番重要なかと思います。でその点をですね次のスライドで確認していきましょうか。はい、アメリカ株下値の焦点ということですね。はい、でこちらですねちょっと市場最高値付近にまで来ましたのでフィボナッチで見てみたんですね。で2つのフィボナッチで見てみました。1つはですね3点のポイントを結んだプロジェクション、まあ、つまりですね市場最高値の3000、こちらですね3393ポイントで今年3月安値は2191ポイント、うん、そして最後は3381ポイントということで、まあ、直近の最高値ですね、はい、まあ、この3点を結んだプロジェクションとあとは2点を結んだ、リトレースメント、こちらはですね、単純にですね安値の、2191ポイントと3381ポイントですね結んだこのもう一つのリトレースメントポイントですね見事に重なっているんですよね。はい、その第一の数字が大体3100ポイント付近で次の数字が2930ポイント付近ということで、まあ、もちろんこれはですね実勢相場今動いておりますのでこのポイントはですね上下にいろいろ動くとは思いますけれど、大体ですねこの2つのフィボナッチのですねテクニカルが重なっているこの 23.60% と、まあ、38.20%、まあ、3100ポイント前後と2900ポイント前半ですよね。ここが一つの焦点になってくるのかなというふうに考えることができますよね。なるほど、うん、それでは時間も迫ってまいりましたが、じゃあ外為市場、はい、今日のテーマでもあるユーロドル見ていきましょうか、ね、そうですね、ユーロドル非常に重要なポイントに来ておりますので、はい、最後にその点を、振り返っていきましょうか、はい、こちらをご覧いただきます。ユーロドルのチャートからですね。はい、まあ、ユーロドルですね株高の局面で、ドル安圧力が高まりやすいということで、うん、今 1.18 レベルの攻防になっているんですよね、うん、ただ本命は 1.19 ですので、うん、株高が続いてですねドル安圧力によって再び 1.19 をトライするときにここで止められるかどうか、これが目先のポイントになってくると思います。で一方ですね、先ほど言いました通り株高の調整局面ではですねやっぱりドル高圧力が高まりやすいと、そうなってくると目先は 1.17 レベルですよね、うん、ここを維持できるかどうか、まあ、21日移動平均線もですねこの 1.17 レベルまで上昇しておりますので、テクニカル的にもこのポイントはですね今後1週間重要なサポートポイントになると考えております。はい、はい、というわけで今日はアメリカの株式そしてユーロドルを見てまいりました。 IG 証券ランチエクスプレス、今週はこのあたりでお別れとなります。また来週お目にかかります。失礼いたします。